皆さんがもう必死でやっている中で、私今日休みますっていうことうわ。だから、走っちゃった方が気が楽なんですよね。もうやっちゃえってやった方が気が楽なんだけど、いや、まあそれやっちゃ、私じゃないよな、みたいな。<laughs> いや、明日、明日ちょっと長時間やってみたいなと思ったんですよ。明日。で、そう思ったら今日の配信するのなんかこう自分的に、 ちょっとそのやりすぎっていうか自分の中でね。あの体が。もうちょっと無理やなみたいな。でもやろうと思ったら別にできたんですよね。そこですよね。いや私ね、後悔のエゴ勤マはもういないんでね、決断した後は何にも思わないんですよね。そうやっちゃった方がね、安心するんだよね。やろうと思ったらできるし、やった分だけ数字に反映されて、ランキングもまた上げれるっていうのが分かってるんだよ。で逆に言うと、ここで休んだら、 あの配信分が皆さんあるから結局ランキングで数字が私は下がるっていうのが目に見えてるわけですよ目に見えてるだからやっちゃった方が気が楽でもこの気が楽は本当の気が楽ではないんですねそうやった方がねそうなの進んでる気になれちゃうんだよねそうなのよそうなのよそれでもう一個があのこれももう私いないんで人の期待に応えるとかあのそういう系がもうないんで あれだけど、めっちゃ来るのよ。あの、DM。もう、双葉配信をすげえ一日の楽しみにしてくれてる人たちが結構もう出てきてるよ、ファンで。明日もなんか、待ってます、みたいな。すごいもう、本当に楽しいとかって言ってくれる声をさ、ブワーってもらうとさ、なるでしょほら、毎日やれよ、みたいな。みんながお前を待ってるぞってな、なりがちじゃない。それはね、私ないんだけども。 ここもね、それやり続けるとね、結局ね、楽しくなくなっちゃうわけよ、楽しくやってたものが。で、私とかあの、自己否定のさ、田子作出身だからさ、人からこう、な求められたりすると、最初すっごい嬉しかったわけよ。だから過剰に、よっしゃ、やらないと、みたいなのになって、滑るみたいな。<laughs> これもまあ何回か体験して、あ、これもう無理やなっていうのが分かったから、やめたんですけど。 続かないんだもん、結局。そんな無理してたら。嬉しいんだけどさ、求められるの。あの、特にタコ作系出身の人はね、嬉しいんよ、これ。すごい嬉しいんだよね。今までなんかこう、求められてなかったのに、求められるようになるからさ、ついついうっかりさ、タコ作走りが始まっちゃってさ、滑るっていう、滑る。続けることが、楽しく続けることが結局、それを見て、楽しい気分になる人がいるわけだから、む、無理してたら続かないし、 無理して苦しんでやってても誰も喜ばないじゃん。だから現実って優しくて、現実とか体って。無理してたりとか、なんかこう、きつくなったら心が苦しいとか、吐き気で止めてくれるとか、あの、体が重いとか、なんかこう、無理してるからやり方変えた方がいいよとか、あの、その、エゴキンマン乗っ取られてるぞとかさ、そういうことちゃんと教えてくれるんよね、すぐに。だからそうなった時に、 そうならないようにするんじゃなくて、そうなった時にちゃんと対処したらいい,い,いよね。ああ、ほらほら。無理して期待に応え続けたら無気力になっちゃったことある。そうでしょ。そしてさ、楽しかったものも大嫌いになっちゃうよね。やり続けると。私がいないととかも出てくるよね。私がいないとみたいな。私がいないとダメだみたいな。私がやらないとダメだみたいな。まあ、これも責任感ですけど。もうね、これね、本当に傲慢な考え方だから。 もうね、本当に早いうちに捨てた方がいいね、この考えは。傲慢、傲慢極まりないんですよ。自分がいないと、この人ダメだとかって、傲慢すぎるんですよ、この考えは。え、人は、本当にパワフルだから、いい意味で、いい意味でですよ、私は、ネガティブな意味じゃなくて、いい意味で、私は、あの、私なんかがいなくたって、みんな結局幸せだからっていうのが、本当に根底にあるんですよ、今。 だから私なんかがいなくたって、どうせみんななんとかなるし、どうせ世界は回ってるなんていう、あの、考えでいるんで、まあ嬉しいですよ。なんかハッピーちゃんのおかげでって言ってもらう気持ちと、あとその時のエネルギーは受け取るけど、なんかその、うんと、そ、その言葉的なものはそのままなんか間には受けてないですね、あんまり。言葉尻自体は間に受けてないです。あなた一人で勝手に生きるからって思ってるから。それって結局、あのー、 あの、ペアになるから、ペアに。そういう人とそういう人が。自分がそういう思いでやってたら、この人いないとダメだって思ってやると、この人がいないとダメだって思ってる力が自分にないって思ってる人がセットでなるよね。こう、ペア、ペアリングが起きるから。そうするとどんどんきつくなるね、お互いね。メグさん、だからドライなんだよね。あ、そうなんですよ。ごめんなさいね、寄り添えなくて。あの、基本的にもう全員、あの、なんとでもなる人たちだって、 ってか人類みんなそうだって思ってるんで、そうなんですよ。ペアリングですからね。この世の中は。いや、私なんかがおらんでも大丈夫なんですよ。本気で。<laughs> ほらほら。フローラさん。会うと元気になるって言われて喜んでたけど、だんだんしんどくなってきた。ほらほら。それは、フローラさん。今、ちょっとご無理がたたり始めてるからね。そういうことですよね。いや、その、そうやって言ってもらえるエネルギーだけもらってね。その言葉を真に受けない方がいいですよ。あの、 その人、私に会わなくたって元気だから。あの、私なんかに会わなくたってその人は元気。エリーネ・ガコさん。うちの子には私いなくても生きていけると言ってるけど、冷たいって言われる。わ <laughs> かる言われるよね。そうなんです。自分が持ってるんだから相手も持ってるに決まってるんですよ。自分がじゃあ例えばなんか会うと元気になるから会いたい。 って思われるような存在なんだったら、相手だってそういう存在なわけだから、別に私がいなくたっていいんですよ。でも、あなたがいないと、って言われると、やっぱり、タゴ作出身は嬉しいんですよ。舞い上がっちゃう。嘘、そうなの、キャンキャンキャン、みたいな。で、それでますますそれを強化するんだけど、いずれ疲れる。ご無理がたたります。そう、リモさん、そうなんですよ。その瞬間だけ気持ちを受け取るんですね。形に留めようとして苦しくなる。エネルギーだけをもらってるんですよ。その感謝のエネルギー自体はすごく、 あのこっちとしても嬉しいしでも言葉尻はどうでもいいっていうか言葉自体は言葉自体は真に受けませんねノアさん子供には私がいないとって頑張って疲れた頑張ってそれ疲れるよね疲れる確かにこれ親と子供の関係ですごいありそうですねでこれってあのー、すごくこれも簡単で自分自点がこう分厚くなってたら自分のことが深く理解できれば他人のことも深く理解できるから深く分かるようになるんですよ自分と他人なんて しいかしもんだってうか基本的に根本は一緒だからあの同じだってだから自分に信頼があったら他人にも信頼が生まれるんですよね勝手になので無理して他人を信頼しようとする前に最初し他人なんて信頼できなくていいから自分の方をやっていくと勝手にそうなっていきますねそうなっていきますいやもうほん一つ言えるのがいっぱい転んだ方がいい絶対転んだ方がいいで転んだ姿見せる方がいい 転んだ姿を見せると愛されヒーローになるから <laughs>。